性に転換するとこの子も嫌だと思うから、まあ、治療のためのしつけの基本、はい、2つありますね、はい、食べ物を手で食べさせる、はい、食べます、手でやったら、はい、いいですね、はい、引き続きどんどんやってください、はい、でこれはご飯じゃないからほんの少しでいいですね、一つで、はい、ご褒美の感覚でね、はい、で手で食べてくれたらとにかく褒める、これは褒めるは言葉で褒める、はい、触ってあげる、はい、ハンドリングに慣れてほしいからね、はい、できてますよね、そんなところはね、そしたら今度これができるようになったら3つね、はい、これはまあ要はご褒美で褒めるってことは強化なんですよ、はい、3粒入れて、はい、3粒入れてください、3粒、はい、で残りは3分でいきますから、はい、1年半、なんで名前を呼んだらこっち向きます、そこまであごめんなさい、ドッキーちゃん名前を呼んだら、ね、アイコンタクト、はい、だからこっち向かなかったらさ、はい、手に乗っけといて、はい、ロッキーってもう目を合わせる、はい、目と目が合った瞬間に食べさせてほしい、その向こうはなかなかいないんだけど、これを毎日やるときになるんですよ、それからおいで、はい、食べ物を見せといてね、はい、でおいでって言葉をかけて来てくれたら食べさせてほしい、これがここまで、3番はちょっともう飛ばします、はい、ここまで多分これができる子はさできそうな気がするんですよ、で治療の時にこれを使ってほしいわけ、おいでっつってご褒美あげて褒めて治療する、転換する、で転換が終わったら頑張ったねってもう一回ご褒美あげて褒めて、だからこの前後も治療だと思ってやってください、うん、ということで、うん、ここまでのところでご質問ありますか、頑張ります、はい、じゃあ、はい、一回これと